書道は朝鮮王朝時代の私塾のことである。書院と共に朝鮮時代の全国的な民間教育機関であった。書道で教科書として一般的に使われた千字門。ハングルの訓読がついている書道は、李氏朝鮮時代から日本統治時代にかけて朝鮮の各村に設置されていた。書院が主に両藩を中心とする上流階級の教育を担ったのに対して、 書道は主に合理を中心とする庶民階級の書道教育を担った。書道の教育内容は、計画、観析が中心であったという点で、日本の江戸時代の教学に近いが、庶民向けの民間の書道教育機関であったという点で、日本の寺小屋に比較される。一方書院は上流階級向けの教育機関であったという点で、日本で主に武士階級が、 関石等を習った、教学犯行に比較される。ただし、一口に書道や書院といってもいろいろな形態がある。朝鮮時代後期には書院が衰退し、最終的に1871年にすべて廃止されたため、あらゆる階層の人間が書道で書道教育を学ぶようになっている。現実には書民といっても、 両パンやゴーリなどといった指定の教育に時間と金をかけられる身分以外の人間が書道で学ぶことは難しかった。江戸時代の日本では一般の農民や町民の子女も寺小屋で書道教育として読み書きそろばんを習え、さらに巧妙な詩塾では頭脳さえあれば身分に関係なく他の高等学問も勉強することができたのに対し、朝鮮時代の書道では 基本的に金持ちの男子の指定のみが初等教育を受けることができ、女子はほとんどいなかった。初動は大まかに分けて、先生が自分で塾を営み近隣の子供らを教育する、訓長自営、両パンなどの資産家が単独でコストを負担して、先生を招き、主に自身の子や親戚を教育する、有志独営、町の有志が共同でコストを負担して、 先生を招く有志組合、村全体でコストを負担して、先生を招く村組合の4種に分けられる。君長は村の人から尊敬されていたので、君長を称える石碑が村に残っていることがある。ある程度の規模になると先生が全員の生徒を直接指導することができないため、よくできる生徒が代わりに、下の生徒の面倒を見ることになり、 生徒が先生より影響力を持つ書道もあった。地方の村に設置された書道は規模が小さく、先生が私文を知らない場合も多かった。特に、朝鮮時代後期には食い詰めた学者崩れがやっている書道も多く、先生の質が低かった。書道では、関石の素読や習字が行われ、授業の中でも、朱子学が特に学ばれた。教科書としてはまず、千字門、次に、 同盟先、州などが用いられた。一冊の本をすべて学び終わった時には、チェックゴリが行われた。初動で四書五教まで学び、教皇と四学の入学に備え、最終的には、正金感や過居の合格を目指した。ただし、現実には、村役人の指定レベルが正金感や過居に合格することは難しく、両民以上の階級は一応誰でも、 科挙の受験資格があったとは言っても、両班以外の階級で科挙に合格した例は、ほとんどない。初動とは、もともと両班の自宅の書斎のことで、自宅に家庭教師を住まわせて、一族の指定を教育させたものである。朝鮮時代は、通貨経済が十分に発達していなかったので、郡長の生活の面倒を父兄が見たり穀物等の現物支払いする場合が多かった。 初動の生徒は7歳から16歳の子供たちが中心であったが、初動によっては20歳から25歳以上の成人が学んでいる場合も多く、生徒の学習レベルに応じて、満通満式で異なる内容の授業を行ったので、必ずしも初等教育とは言い切れない。教育内容は、主に講読、生、術、習字の3種類である。行読は、同盟先、習。 出眼、小学、四書、三教、式、季、闘争文、等正しなどの講読を行うのが一般的であり、書道によっては、春秋、大気、禁止録などの講読が行われることがあった。聖術は、詩文を教えることで、五こと絶句、七こと絶句、四律、答え歌、十八句詩、作文などの作法を教えた。習字は、まず書を習い、次に、行書、 総称を習った。1920年頃の書道。外観道場の内部1930年頃の書道起源は、高麗時代に遡ることができるが、全国に設置されるようになったのは、高麗時代末期から、朝鮮王朝時代初期にかけてである。朝鮮王朝初期には、奨励策が取られ、高層十年に、聖金館の最終の創春基地によって、書道を各村に均等に置き、 成績優秀者には官職を与えるなどの命令が出されたが、李氏朝鮮時代は強固な官村民必思層があり、庶民教育が軽視されたので、書道は王朝後期にかけて衰退していった。開国後の1883年から日韓併合直前の1908年にかけて約5000校の書道が設立された。当初、 初等教育機関の数が十分でなかったため増加を見たが、初等教育機関の普及とともに減少していった。日韓併合の時点で約2万校の初等が存在したが、日本統治時代になっても存続し、日本式の初等教育と対立した。1918年以降は、朝鮮総督府が義務教育制度を強化し、寺小屋のように自然消滅して、 近代学校制度への転換が進むことを期待したが、日本統治時代末期になっても約3000校が存在した。1918年2月21日、朝鮮総督府は書道規則を制定し、書道を監督下に置いた。独立後は、漢文教養講座、技術学校。 学習塾としての道を歩んだ書道の他は全て消滅し近代学校制度に一本化された。ありがとうございます。